はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ると思います。ということで、やっていこうと思うんですが、今回引くのはこちらですね。10月3日23時59分までギリガム無料ガチャで、ハットトリックはトリート、リミテッドね、1回無料で引けますよということで、まあハロウィン始動のガチャですね。これをちょっと引いていこうかなと思います。ということで、行ってみましょう。これかな。で、前回、放物線のリンちゃんね、ダブルラックガチャでようやく貫突したので、ここだけちょっとピックアップ入れ替えていこうかなと思います。ということで、どうしよっかな。まあ、ちぎりが無難か。まあ、そうだな。ユッキーは貫突済みなんだよね。だからちぎりか、カラスも貫突してるから、オトヤかちぎりなんだが、まあ、浴衣ちぎりの方を優先するか。まあ、後から出たキャラのが基本的には強いのもそうなんだけど、まあ、ただね、オトヤの場合他にいないから、クロスちぎりとかがね、貫突してるのを考えると、まあ、ちぎりは一応貫突してるキャラがいるからっていう意味では、オトヤの方の突を優先するって見方もなくはないかなとも思うんだけど、まあでもスピードのちぎりでね、そんなに強いの俺持ってないから、浴衣ちぎりの突を進めるでもいいような気がするから、ちょっとこの二人どっち先に、ピックアップでね、選んでおこうか迷うな、という感じっすね。まあ、どうしようかな。ちょっとちぎりにしとこうか。OK。とりあえず、こんな感じのピックアップで行きましょう。行け！しかし、ブルージェムが相変わらず、過去一少ない状況になってますね。さあ、蹴るのは潔。乱入がない。まあ、金玉右ならチャンスあり、金玉になる、オッケー。右、左、ぶち抜かない。潔、金玉、左、ぶち抜かない。で、5個チャンスあるよと。まあまあまあ、トロフィー、サクセストロフィーも出ましたが、まあ、トロフィーよりは、星3選手が欲しいよというところで、すべて空振っていく。なるほどね。はい、ということで、まあ、今回のゲリラ無料はね、残念ながら不発でしたね。そうだ、放物線のリンちゃんは、一応ちょっと、忘れないうちにね、他のガチャもラインナップから入れ替えておこうか。何にしようかな。こっちは、いや、微妙に悩むな。いや、浴衣なぎ突進めるか。浴衣なぎの突進めていくのは悪くない気がするけど、でもね、なぎは結構新キャラ出るペース早いから、そういう意味ではどうかなーってとこもあるんだよな。クロス時光も、フィジカル育成もしてみたいと思うならありか。キオラ。まあ、キオラ65だから先に80目指すかとかっていうのもあるから、まあ、ちょっとこの辺で迷うけど、キオラにしとこうか。オーケー。そうね。まあ、こんな感じで、変えときましょう。あとは、あれ？ハロウィンナイトガチャ。これは？まあ、これを引くかどうかはわからんけど、これも放物線リンちゃん、ピックアップされているのか。なるほど、なるほど。まあ、でもあれか。これは引くときでいいか。多分、ダブラの方優先して引くから、引けないような気もするけどね。はい、はい、はい、はい。まあ、そんなもんですね。で、ちなみに、ちょっと、前回のダブラで放物線リンちゃん貫突したことで、これはなんだ？雪宮の、ブルージェムね、ちょっと回収できたんで拾っときましょう。
試しにね、放物線リンちゃん育ててみたんですが、結果的にはね、今まで最高の、リンちゃんこれだったんですが、キック力がね、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、2億か、2億2000万ぐらいで SX プラス8となってたんですが、試しにね、フレンドで、レベル100になったリンちゃんを、メインにして、フレンドハロウィン指導にしてみた、形でね、育成してみたところ、キックがなんと初の UX、桁的には1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億だから6億か。いや、キック6億いくんだねっていうね。まあ、テクニックとスピードはちょっと、微妙なんだけどねって感じでしたね。これもね、何回か育てればもうちょっと上までいけるんじゃないかっていう気もしたので、キック育成に関しては結構、なかなかね、いい育成ができてるんじゃないかなと。まあ、一応キャラはね、全員このメンツは、貫突用意できていて、まあ、フレンドの指導以外ね。で、サポカの方なんですが、イカスカッツーのと追いつけそうで追いつけないは貫突済みで、まだ終わってねえはレベル80だよというところで、まあ、ここが一応伸びしろかなと。で、ね、なんだっけ、1枠目はね、スペルクに補正が入るんですが、そうなるとね、貫突済みの追いつけそうで追いつけないか、イカスカッツーの1枠目に入れといた方がいいんじゃないかと初め思ってたんだけど、でもこれね、スペルクね、レベル80のまだ終わってねえの方が上なんだよね、スペルク140で。しかも、まあ、練習カード的にもね、バクが、ね、14倍なので、追いつけそうで追いつけないだとね、こっち、12倍とかなので、しかもこっちも、12倍だから、まあ、バクの方なんだよね、結局。だからね、イカスカッツーのとか、追いつけそうで追いつけないより、まだ終わってねえの80入れとく方が、1枠目にね、入れた時に補正がかかって有利ということが分かったので、まあこんな感じでね、組んでみたよというとこなんですけどね。まあで、エクストラのさえは、65なんだけど、まあここに関してはね、そんなに簡単に上げれるもんでもないからしょうがないかなというとこですかね。で、赤器具、指導のね、強化型ブルーロックマン、なんですが、まあこれに関してはね、ちょっとゲットしてからサブの抽選をしてないので、まあ、スタミナが伸びるような体勢になっちゃってるっていうとこはあるんだけど、まあ、そうだね。だから、サポカ、追いつけそうで追いつけねえ、じゃないな。サポカの、まだ終わってねえの突を進めるのと、まあ、一応エクストラがね、仮に突れたら、もうちょっと伸ばせるのかなというのと、まあ、白の器具のね、スキルいじれば、伸びしろあるのかな、ぐらいの感じで、他のキック編成もね、ちょっと、後で育てていきたいかなというとこですね。ね、ちょっとこれ、能力再抽選してみようか。一応今はね、なんかスタミナ2枠とスタミナ獲得量アップがついてるので、なんとも微妙なんだよな。そこじゃないだろうっていう。ってことで、じゃあこれ使って、再抽選してみましょうか。いけ！さあどうだ？スタミナ固定ボーナス、またスタミナ、あ、キック固定ついたのはいいけど、シャトルラン獲得フィジカル、ブルーロックマ練習スペレク 56% か。まあキック固定とスペレクアップは悪くはないかもしれんが、上2つがちょっとどうかなって感じですね。もう一回やってみよう。いけ！さあ、おっと、練習試合ボーナスがついてしまう。スペレク 80% は悪くない気がする。練習試合ボーナスがついてしまう。エクストラ1段階アップ。ちょっと微妙だね。練習試合ボーナスつくのは良くない。今の環境だと良くないね。まあ、後々ね、練習試合ボーナスが優遇されるようなシナリオがね、来る可能性もなくはないけど、そん時はそん時ってことでね、今に合うものをやっぱり、作っていきたいかなと。そしてブルーロックマンシュート練習の、スペレックアップ
ね、スペレックじゃない、スペシャル練習の発生率アップ84、テクニック固定2200、エクストラボーナス1段階17、おっとスキル獲得守護神、これは悪くないんじゃない？まあ、守護神かーっていう感じもするけど、守護神ってあれだよね、アニバリンちゃんで付けられるやつだったよね。まあ他でも付ける手段今はありそうだけど、まあまあまあスキルゲットしたんだったらとりあえずそれは、固定でもいいかってなると、まあスペシャル練習率アップのところちょっと抽選し直してみようかってことで、A枠ちょっと抽選し直しましょう。いけ、キックの固定で高いやつとかでもいいんだけどな。ブルーロック、まあスペルクアップの方がまだいい。エクストラ1段階テクニック固定、一旦これで置いとくか。エクストラ1段階のとこちょっといじってみる。テクニックの固定ボーナスもそれはそれで悪くない気がするんだよな。ってなるとエクストラ1段階は3枠目か。C 枠抽選で、ちょっとね、もなんかキック上がるやつ出てこないかなと。はい、どうよ。スタミナ固定ボーナスか。スタミナもう一回やろう。C 枠再抽選いきましょう。いけ、さあどうよ。スペシャル練習率アップはちょっとやり直したいね。もう一発、C 枠再抽選いきましょう。いけ、さあ何がついた。スペレク 40%、 スペレクアップ2つか。まあでも少しね、過剰気味な気もするから、じゃあちょっと、32% と 40% だから、A 枠の方もう一回引いてみようか。行きましょう。行け！キックの固定ボーナスか、ブルーロックマンシュート練習のキックの、練習量アップとかが、ああ、まあテクニック固定2つか。それはそれで悪くない気もしてきたな。テクニック、じゃあちょっと数値低い B の方を引き直しましょうか。ぐるぐるしてるけど。まあ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 、これちょっとキック系のやつついてほしいな。筋トレマシンスペレック、ちょっと違う。パーセンテージ的にはいいんだけどね、64% って結構でかいよな、という。はい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 。まあでもちょっと筋トレマシンはやり直したいっすね。B のところを、再抽選しましょう。いけ！さあ、何が来た？なんで筋トレマシンなんだ？くそ。もっかい行こう。ちょっとキック系か、ブルーロックマンシュート練習絡みのやつ、何かつくまで行きますか。エクストラ1段階 40%。一旦これでやめとこうか。そうなるとなんかスタミナの固定ボーナスとかがねついてた状態に比べると、スタミナ伸ばしにくくなった代わりに、ブルーロックマンシュート練習で、スペレク出やすくなってエクストラの1段階アップ、まあ、あと守護神ついたよという感じですか。まあ、スキル獲得がどの程度いいかっていうのもね、なんか悩ましい気はするんだけど、一旦これで、止めておきましょうかね。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ、ほい。